常コ武次郎昭和10年9月8日は、日本の官僚、政治家、衆議院議員、内務大臣、鉄道大臣、邸新大臣、声優本島総裁、鹿児島県氏族。常コ武次郎は誤りである。慶応2年12月1日、薩摩藩市の常コ正ミを、裕子の長男として、現在の鹿児島県鹿児島市新商委員長に生まれる。幼名は竹熊。 1872年に父の正清は上京して、検事を務めていたが、6歳の竹次郎を含む家族は、薩摩に残った。1877年に勃発した、西南戦争では、西郷市後に、大久保利道の留守宅を友人と叩き壊した。戦争で家や学校が焼かれたため、父の招きにより上京し、以後東京で教育を受けることとなった。 中村正直の導入者や教師の一人には高橋小暦夫がいた教立学校に通い、その後第一高等中学校を経て1883年に大学予備門、1887年に東京帝国大学法科大学政治科に入学した。見かけによらずに短期な性格であり、在学中は禅の修行など精神修養にも努めている。 大学の同期生に、山内和次、伊住院元吉、原義道、一級下に後に、常並の政治顧問を務めることとなる、佐々木多門らがいる。明治23年に大学を卒業後、大倉省に入省し、税務関係を担当したが仕事に馴染めず、明治27年に内務官僚に転じて、宮城県内務部第一課長となった。明治28年に、 岡山県警察部長、明治29年に、山形県職記官、明治31年に、新潟県職記官、明治32年に、兵庫県職記官、明治35年に、東京府職記官を務める。各地を転々とする中、部下に仕事を任せる性格の上司の下では手腕を、発揮したが、事務を命じるだけの上司の下では手持ちぶさたとなり、テニスに興じた。 明治37年に徳島県知事に就任し、祭事に関わらない執務は県民の公表を受けた。常並は日露戦争後にはすでに政界入りを考えており、政党としては立憲政友会を考えていた。明治38年12月秋田県知事に任じられたが、中央で働きたいと、転勤前の東京で初対面の原高市、内務大臣に直訴したところ、 見どころがあると認められて住職である地方局長に抜擢された第一次西恩寺内閣で内務省地方局長に就任。この時、神社局長であった水野連太郎と共に神社合併を推進していくことになる。これは各地域の信仰、宗教的信条を鑑みずに行った強引なものであり、神社行政に携わった当局者たちがそう言った。 実態をろくに見ずに進めたことに起因している。そしてこの時期の官僚の宗教的信仰に対する理解の平均的代表が常波であったと橋川文蔵は指摘している。なお、常波自身は高速を大神宮天神教の審判であったとされる。このため知事は未不人のままとなった。抜擢直後に常波を声優界大義士に引き合わせた原は、この人は敏腕家ではないが、 決して嘘をつかぬから安心して交際しても間違いないと紹介した。当時の内務省は山県伐の勢力が強く、原は罰外の常並を抜擢することで山県伐の勢力をそぎ、声優会の政治力を高めることを意図した。以後、常並は内務大臣だった原隆氏に徴用され、この頃原が進めた両院縦断に従事する。 トコは主に研究会との接衝にあたり、立憲声優会と研究会双方との関係を深めていく。後にトコの一派である声優本党が清浦内閣の与党となるのはこの時の縁が関係している。もちろん欲得づくでもあった。声優会の議員は原が実業家に出馬を進めたという経緯のために、経輪を持って政治にあたるというタイプよりも、 事業のついでに議員を務めるようなもの、あるいは政治屋とも言うべきものもおり、与党依存心理が極めて強かったのである。また、在任中に、宮中防重大事件が発生し、新聞記者組合から情報の解禁要求を突きつけられている。その後も現内省のもと、軍政廃止に努力するも貴族院の反対で頓挫した。明治41年、カラフト町長官を歴任。 明治44年、第二次、西恩寺内閣が成立し、再び内務大臣となった原が常並を内務次官に起用した。大正元年、二子師団増設問題により、第二次、西恩寺内閣は、総辞職に至り、現内省と共に次官を辞任した。辞任後の常並を原は、貴族院に推薦しようとしたが、秋議席が不足していたため見送られた。 大正政変を経た大正2年の第一次、山本内閣の成立時には首相と同郷の薩摩出身者であることからさっぱと声優会の連絡役として活躍した。その功績もあって山本内閣では鉄道院総裁に就任。これは内閣初期官庁や法制局長官と同じく順、大臣級の住職であった。総裁として、 鉄道幹線高期化計画の中止と地方路線拡張方針を打ち出した。床波は最後の鉄道院総裁となった。この業績を記念して鉄道証言館に郷像が飾られたが、後に金属類回収令のために教室されている。床波は第二子となることを念頭に大正2年12月に声優会に入党した。同時期に入党した官僚は多く。 水野蓮太郎、橋本慶三郎農商務次官、犬塚翔太郎停身次官、岡吉一郎警保局長、小山厚志司法次官などが挙げられる。大正3年、山本内閣の総辞職を受けて、鉄道院総裁を辞任。なお同年には、山本本兵衛から貴族院の直線議員になることを、勧められた。当時直線議員は、終身制であり、一生果てを通じて、 政治家としての安定した地位が得られるため、当時の官僚にとって、先望の的であったが、政党政治に将来性を見出していたとこなみは、腹のすすめもあって、これを断った。地元の維持地州の誘いで郷里の鹿児島県から、衆議院議員補欠選挙に立候補し初当選する。以後、ほとんどお国入りすることなく、昭和7年の総選挙まで、連続発起の当選をした。 初当選の翌年には、第十二回衆議院議員総選挙が行われ、立憲政友会は百八十四議席から百四議席に激減させる逆境であったが、床並は、首位で当選を果たした。政友会では、領収クラスの大岡育造、奥茂三郎、伊藤大八、松田源二、カ谷義吉などが落選し、当選した床並は、元田はじめ、岡崎国介、 村の常右衛門と共に、声優会員内総務に就任した。5月、衆議院本会議で、第2次、大熊内閣の加藤公明外相に質問する形で、初演説を行った。新聞に、無用な活気には乏しいが、早朝の弁は、外交質問としては、上品なところを見せたと評された。大正7年9月に現内閣が成立すると、内務大臣に就任したが、 この人事は反発を恐れて直前まで秘密にされていた。1919年11月、爆投翼団体である大日本国水会の結成に世話役として関わる。内省としては、長年の懸案であった、軍政廃止、選挙法改正による選挙権拡張と与党に有利とされる小選挙区制の導入を実現した。また内務省内に社会局を新設して、 生活保護や失業救済を管轄させ、後に労働問題も取り扱うなど、国民の権利や要望に対応する社会政策に取り組んだ。ストライキについても原則的に干渉しない姿勢を取った。他にも同年12月に半官半民で協調会を設立して労働者対策とした。この姿勢は山形有友の不満を買うことになり、内田交際外省。 中橋徳五郎文章と共に山形に避難され、後には皇鉄まで求められるようになる。鉄道院総裁としては、感染改良を優先する改め主立受政策から、新鮮建設を優先する盾主改め受政策へ転換して、声優会への指示を図った。また、この現内各期には腹より命じられて、貴族院の最大会派であった、 研究会をはじめとする貴族院勢力との関係を築き、研究会を山県伐から引き離し声優会に近づける工作を成功させた。現内閣における床継ぎの活躍は、キャリア官僚から政治家への転身の流れを加速させ、それ以前のキャリア官僚出身議員の当選が一桁台だったのに、対し、大正十四年の第十四回衆議院議員総選挙では二十人に、 増大、業占内閣期の第15回衆議院議員総選挙で一時減退するものの、以後犬飼内閣期まで40人前後の当選者が出ることとなった。これは、明治初期の立身出世の早道がキャリア官僚にあったのに対し、政党内閣期には、これが第2子へ変化したと認識されたためである。また、現内閣期の鹿児島は常波廃下の議員で占められたため、 常波王国と呼ばれた。この時期、山形罰は次第に力を失い、サッパが間を縫って力をつけていく。常波は、鹿児島出身であり、松方正義と牧野信明が、宮中に、山本権兵衛が、海軍に、という図式である。また、宮中防重大事件に際しては、皇太子婚約変更反対の動きを行っている。これは、自身を引き立てた、 原の意図に反しているが、島津家の意向を受けたものであった。常波は治安維持の責任者でありながら、右翼が山形暗殺を計画しているという話に対しても、山形の身辺保障は難しいと原に申し入れるありさまであった。大正10年11月4日、原が暗殺され、後継首相には高橋小紀予想省が横滑りした。床波は内省に留任したが、 原の死後、高橋首相は前言を翻して、中橋徳五郎文章を窮地に陥れるなど、指導力が問題視され、声優会党内は、首相留任の上内閣改造を狙う改造派と、首相のみ交代させて、閣僚留任を目指す、非改造派に分かれて内紛が激化した。当初、床波は総裁派と非総裁派の融和に努め、 貴族院から攻撃を受けていた中橋については、党内を一連卓殖主義として固め、またつながりを持つ貴族院に運動してことを収めて仲介した。三月中蔵内閣初期官庁は高橋に引退を進め、後任に常並を推薦した。高橋は常並は経済、財政に通じていないと難色を示したが、しぶしぶ引退を一度は認めた。しかし、 高橋を担ぐ改造派は横田千之助を中心に結集して高橋を包囲させ以降主導権をめぐった対立が激化し大正11年6月に高橋内閣は退陣した退陣後も声優会では高橋総裁が続投したが内紛状態の声優会に政権は回ってこなかった首相として推奏を受けていた 加藤智三郎が辞退した場合、県政会の加藤公明総裁が組閣される、情勢であり、声優会では、局外中立で、加藤智三郎を支えることで一致し、元老、松方正義に、常並みを派遣して、加藤智三郎内閣の成立を推進するとともに、加藤公明内閣の出現を阻止した。在任中に死去した、加藤智三郎を後継した第二次。 山本内閣が虎ノ門事件の責任を取って大正12月27日に退陣すると声優会改造派は高橋を首相とする声優会内閣の擁立を狙ったが高橋総裁では指名を受け得ないと考えるとこなみら非改造派は貴族院研究会の幹部清浦敬吾を衰退し声優会研究会連合内閣を目論んだ結果 大正13年に1月1日に清浦が対名効果を受けた。当てが外れた横田らは第二次五県運動を開始したが、貴族院とのつながりが太く、協調によって政権を維持してきた常並らには受け入れがたかった。大正13年に1月、清浦内閣が成立すると高橋総裁が県政擁護の立場から清浦内閣だとを唱えた。 党分裂を避けたかった、改造派は、非改造派の説得工作を開始し、床並も、党友和の検知から、脱党論者の説得に当たったが、逆に、非改造派の強い説得を受けた床並は、気を占い各指示に回った。1月15日に、床並は決意して、副審、坂木田生命らと共に、声優会を脱党した。結局、声優会からは過半数の136人の、 大義士が脱党、続いて月末までに13人が脱党した。声優会本体は129人となり、声優会の過半数以上が常並と行動を共にした。脱党組は29日に声優本党を結成し、当初は捜査用を置かずに、常並中橋などの有力者5人を最高幹部の総務委員とする集団指導体制を取った。2月1日、 臨時党大会で、常並は、声優会の本流が、声優本党にあることを宣言した。第2次五県運動の逆風を受けた5月の、第15回衆議院議員総選挙では、与党の声優本党は149議席から112、議席に議席を減らして、衆院、第2党となり、清浦内閣は退陣した。結果、6月11日に、 五県三派のオスカ党公明内閣が発足し、声優本党は野党となった。古巣の声優会も選挙で議席を減らして、第三党となったため、政権の主導権を獲得するためにも、党勢回復に努めた。大正14年2月4日、声優会における床継ぎの公的主であった、現職法省の横田千之助が死去し、4月13日には、声優会の新総裁に、 田中義和を迎え、さらに犬飼の革新クラブを合併した。また、声優本島へ復帰工作を行って、勢力を挽回しようとした。小川平吉は前田連山へ仲介を依頼して、常並みに復党を促した。声優本島では、横田の首と高橋総裁の引退を機会と捉えて、復帰を推進する中橋徹に対し、 田中新総裁と革新クラブ合併は、声優会の変質であり、合流後の主導権に疑問を持って、合流を躊躇した、常並徹の意見は割れた。声優会では8月に連立内閣を解消して、野党となっていたため、単独過半数を狙って、さらに正本合流工作を進めて、声優本党に接近したが12月末に交渉は、決裂した。この間、床波は、 政策本位による政府との協調で統制を拡大し、声優本島優位の状態で、声優界を吸収する大声優界構想を進めていた。しかし最終的に、中橋徳五郎、鳩山一郎ら21人が、声優本島を離脱して、声優界に合流し、床並みの声優本島は87議席に減退し、声優界への優位は失われていった。声優本島では、 統政回復の10月から各地に党首を旗印とする公園組織、常コ会を設けて、地域組織を固め、一般大衆への浸透と普通選挙への対応とした。第1次、加藤公明内閣の政権末期には、野党となった、声優本党の常コ総裁は2つの目により、政権獲得の可能性を狙っていた。1つは、県政浄土の実績により、 現政権が失政辞職して反対党の声優本党に対面降下する可能性、別の実績からも非正党内閣に移行した場合には野党である声優本党に提携、連立の打診が来る可能性があったことである。有馬学はこの床並みの態度を当初は小川の工作に応じて声優回復期の意欲が濃厚であったが、結果的に常に鮮明でなかったのは、 多数発行策をしなくても、次期政権が自分に来るという主観的な予想から終始、逃れられなかったからであると指摘している。さらに、声優本党と声優界は、提携を申し合わせて多数派を誇示し、西恩寺に政権獲得の打診を行ったが野望とみられて、政権獲得はできなかった。この年の12月5日、飯野義三郎の正体で、水野蓮太郎。 鈴木木三郎、後藤新平、赤池能、山梨半蔵、田中義一大倉木八郎らと待合い、うさみを訪れている。水野、鈴木、後藤、赤池はいずれも内務官僚である。山梨や田中はと各汚職の噂があった人物であり、大倉は政章である。第二次、加藤公明内閣で少数与党となった県政会では、12月末から、 衆院の過半数確保のため声優本党との連携を目論んだ。第51議会前の12月8日、常波によれば若月霊次郎内相が常波に、この議会さえ助けてくれる手は、あとは君の方に行くべき要尽力をなすべしと約束を得た。浜口友好蔵相が政策を譲らなかったため、不成立のまま、大正15年1月に加藤孔明は病死して、 連立は不成立となった。引き続き、第一次、若月内閣の県政会内閣が政権を担ったが、失政のために4月に退陣した。これに先立ち、選挙回避に動いた若月総裁に不満を持つ県政会幹部の足立健造は独断で、政友本党と交渉を進め、3月1日には、県本連盟が成立していた。 あだは定携成立の暁には適当な時期に、若月は辞職し、常並へ善上する政権たらい回し構想を持ち、西園寺へも打診を行った。これを受け入れた常並の判断は政策本位、国家本位の行動であるとコメントされたが、野望であるとの批判を多々受けた。憲政会の第一次、若月内閣の時期に、第51議会で床並は、 解散を恐れずに対決姿勢を取ることにより、政本合同論を抑えた。また政府との協調も模索して、政策実現の情報を引き出そうとした。結果、政府は、声優本党の申し入れを入れて、税制整理案を修正し、憲政会と声優本党の賛成により可決された。また議会閉会後に、若月は、連立を提起し、 とこなみに入閣を要請したが次期政権に向けて拘束を受けないためにも連立を拒否して閣外協力を選択した。若月内閣が倒れた場合には野党第一党の田中声優会が推奨される可能性が高かったが一方で西恩寺が協調外交政策でしで原外交を買っており田中を忌避して外交政策を継続する。 常並声優本島を選択する可能性を常並は考慮していた。貴族院最大会派の研究会の指示を受けていた常並の声優本島は衆議院の議席以上の影響力を持っており、先の県本定刑運動においても研究会所属のこの絵踏み丸が常並主導の新党を本気で考えていた。なお、この時期に問題となった松島遊郭疑国では証人として 取り調べを受けている。昭和2年4月20日、田中義一内閣が成立した。その後、若月内閣末期の提携交渉の経緯もあって、聖優本島内部にも県政会に接近する動きが進行し、常並自身は消極的ではあったものの後藤新平の仲介もあって、合流を果たし、6月1日に立憲民政党が結成され、二大政党制の土台が整った。 常コは民政党の顧問に就任した。なお常コは民政党決闘式でこれからは一所制となって党のため国のために奮闘すると演説している。また、田中内閣が行った東方会議の資料に含まれていた少燥軍人による意見を民政党の有力者が持ち出して中国国民党に渡し、これが田中城総文に発展したという説が流れ、 常並が関与しているという話も出た。常並が実際に関与したかどうかは不明だが、正解では、常並ならばやりかねないと見られていたことがわかる。昭和3年2月、総選挙では、常並は当選したものの、常並の行動に対する一連の批判を受けて、地元鹿児島では、常並系以外の当選者が現れ、九州地方の遅延を主体としていた統制も次第に振るわなくなり、 トコナミ王国も、凋落の兆しが見え始めた。7月6日、トコナは、オキのサイオンジ・キンモを訪問した。8月1日、対中国武漢省政策に反対との理由で、トコナは25名の同志と共に、民政党を脱党し、院内会派新党クラブを結成した。これは、総選挙により、過半数を割って、不安定となった、田中内閣を救済するためのサイオンジの、 工作であった。これについて、筒井清忠は、常波が神道を結成すれば、多数を結集でき政権が来るという妄想に、動かされていたというしかないときって捨てている。また、石橋丹山は、身を言うと、常波はじめ派は、民政党の癌である。出て行く奴はさっさとこの際出て行かせた方が良いのだがと、表していた。西恩寺は、側近の松本豪吉を使って、 昭和4年3月9日、工作の結果であった、政友会と新党クラブは共同で、衆議院議員選挙法改正案を提出した。導入されたばかりの中選挙区制から、小選挙区制への復帰を狙った内容だったが、政友会、新党クラブ両党に露骨に有利な選挙区割りであるとして、トコマンデリングとの罵声を浴び、民政党や無参政党、 貴族院の激しい抵抗を受け失敗した。昭和4年第56回帝国議会の後、常並は中国を視察旅行した。その前後に田中首相と会談した常並は対中政策について意見交換を行い、この時に常並が外省を打診されたと風文が流されたが、常並は連立を否定した。七月二日、田中内閣が失策により退陣した。 続いて、民政党の浜口内閣が成立し、声優会の田中総裁引退が決定的な情勢の5日に、新党クラブは声優会に合流した。床並みは声優会復帰を果たしたが、露骨な総裁狙いの行為が世論に批判された。この動きの背後には、秋山定介がいたという説があることを、伊藤隆が辞書で触れている。また、 民政党からの離脱は常並に対する貴族院最大会派である研究会からの支持を失わせることとなった。9月に田中義和が病死すると最大派閥の鈴木喜三郎の対立候補として常並の名が上がったが、党内優和の優先方針と元老、西園寺金持ちからの首相推奏の可能性から犬飼武氏が声優会総裁となった。第二次。 若月内閣が辞職し昭和6年12月13日に犬飼内閣が成立し、声優会に政権が移った。床波も鉄道大臣として入閣した。昭和7年、犬飼武史首相が5.15事件で暗殺されると、すでに党の主導権を握っていた鈴木喜三郎派への反感が床波支持へ集まり、党内抗争が激化した。なお、 5.15事件以前に発生した、血明団事件でも、常並み、鈴木ともに、政党の有力者として、襲撃の対象に選ばれていた。反鈴木派の持月圭介、岡崎国介は鈴木派との関係が悪化していた、久原久之介と協議して、内閣総理大臣臨時代理の高橋惚歴を、暫定総裁とし、個人の場合は、 高橋の指名に従うとの筋書きを準備していた。しかし総裁公選へ持ち込めば多数で勝利の見込みであり、党内主要ポストを抑えていた鈴木派では暫定総裁案に議事を持ち込ませず、常並派が党内支持をまとめきっていない状態を看破し、党を割ることも辞さない強硬姿勢を見せて、常並の立候補を辞退させ、5月17日の党委員会で、 鈴木の総裁への衰退が決定した。このように常並は再び声優会の後継総裁候補となったが敗れ、声優会総裁は鈴木となった。従来の県政の常道から見れば、テロ、寿命による内閣後継は与党後継総裁となっていたが、西恩寺金持ちは正常判断より斎藤みのるが首相に推送された。昭和九年一月、床波は 衆議院で政党は大同団結し、挙国一致で国難にあたる旨を主張した。3月22日、半鈴木総裁派の政友会議員82人と民政党議員52人が指摘懇談会、政党連携懇話会を結成して、運動を開始したが、参加した政友会議員は常並派、久原派が中心であった。政党内閣が中断された中、床波は、 政党政治復活のためには民政党と聖友会の連携を主張したが、聖友会の単独政権論を取る鈴木総裁派と非総裁派の対立が深まった。7月に成立した岡田内閣から聖友会に挙国一致の協力打診があったが聖友会では野党宣言を行った。岡田圭介は聖友会の切り崩しを狙って、常並みに入閣を促し、 党内の反対を押し切ったとこなみは、停心大臣として入閣し、声優会を除名された。この時に、岡田の側近が声優会から何人脱党するのか、とこなみに尋ねたが、それは自分一人と考えてほしいと回答があった。また、とこなみは自分一人でも入閣するが、閣僚の椅子は三つ用意してほしいとも答えている。結局、とこなみの他に、 山崎達之助、内田信也が入閣したほか、12人が脱党して、声優会を除名された。山崎や内田は後に、昭和会を結成することになる。佐古水久常は、実著で声優会を脱党して、昭和会を結成した、常こなた2名を入閣させたと記している。昭和10年1月23日の衆議院本会議で、 声優会の山口義和が昭和3年に満州軍閥の超学料が50万元を前放展、領事赤塚昭介、声優会代議士鶴岡和文に献金し、この金が常並みに渡っていたと追求した。これは昭和6年に関東軍が起こした満州事変で関東軍が調作人の旧宅を捜索した際に、超学料の受領証を発見したことで明るみに出た。 荒木貞夫陸区は政治不介入を理由に非公開にしようとしたが、岡田内閣当閣を狙う永田哲山、田中清片倉忠志らによって広告同志会を名乗った会文書として町からの献金が留付された。会文書では、常並みは献金の見返りに万毛権益の放棄を約束した売国奴と求断された。山口はこの会文書を根拠に質問したものである。 岡田首相は、床波に関係のないことだとして、床波を擁護した。一方、長によると献金したことは事実で、人氏し生によると、1928年6月頃、連絡人を担当した小村俊三郎は、床波の意を受け、新党の設立のため中国側の小介席、長学僚らの資金援助を申し入れた。総理の野心を持つ床波は、 2000万元の献金を望み、まず、手付け代わりに50万円を献金した。しかし、常並が民政党を離党し、総理の目がなくなったため、以降は、献金を要求してこなかったのだという。在任中の昭和10年9月8日、大臣在職のまま心臓病により、東京市小戸橋区西大久保の自宅で死去した。68歳没。東京玉墓地。 鹿児島市新商委員長徳大臣に分けて葬られた。西大久保以前には、麻布六本木に指定を構えていたことがある。この建物は、後に記者育三郎が入手し、経営する、月刊誌、正解往来の事務所となった。鉄道委員総裁を務めた経緯から、昭和53年鹿児島市の鹿児島中央駅前に、共造が建てられている。のは唐突であったらしく、 宇垣一世が9月8日の日記に、林千十郎氏が、陸将辞任の意向を誰にも言ったことはないと新聞に、公表した翌日に辞表を提出したこと、稲田博士が、常並氏の病状良好心配なしと発表した、翌朝に逝去したこと、これらは、あっけなく感じると同時に、公人伝達の死の言い訳も当てにならぬ、信用できぬとの感を社会に深く起こさせてしまった。 ことは遺憾であると書きつけている。林陸将から川島義士への交代は9月5日であった。常並武次郎、ありがとうございます。